はい、火曜日21時になりました。ジャストタップアウトという名のラジオ、株式会社村上製作所の提供でお送りしていきます。さて今日は賑やかです。すごい、もう何もしなくてもやってくれるような人たちなんで、じゃあとりあえずはこっちから自己紹介をお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、7月17日ジャストタップアウト後楽園大会4周年記念でプロレスデビューさせていただきます、赤間 AKM 名古屋です。よろしく。そしてヒロイジマです。よろしくお願いします。最後地味だった、ね、地味っすね。昭和っぽいって名前も昭和で地味だけど名前のことってね。ということでね、今日はジャストタップアウトのリングをね冷やかしてくれているダンサーレスラーの皆さんにね来てもらいました。後でね試合のこととかいろんなね生い立ち出会いに関してはねゆっくり話すとして、はい、まずは、先週行われたね、6.23 新木場大会の振り返りから行ってみたいと思います。じゃあカード何が出てくるかな、もう出たとこ勝負で出た順に行こうと思います。はい、新木場大会振り返り、ポスターはこちら、そしてカードはこちら、ドーン、いきなりこれ来たな、いきなりこれ来た、はい、JTO ガールトーナメント準決勝、稲葉友果対葵、まあ、普通の大会だったらね、これ、名イベント級のね、うん、カードなのですが、まあ、トーナメントということで、準決勝なんで、この試合はね、全8試合中の第2試合で行われた試合で、まあ、ただね、2人ともね、もう1試合、このあとあるんだよっていうのがね、忘れてんじゃないかってぐらい、激しくぶつかり合ってですね、まあ、このね、友果と葵といえば何度となくね、シングルで激しくぶつかり合ってきて、両者のね、もう裏の掛け合い、裏の読み合いでね、もう、ボコ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 激しくやり合って、これどっちなんだろうっていうところで、最後は友果の意地が上回って、強烈な、なんだあれ、友果蹴りじゃない、なんか、なんつったらいいんだろう、首筋に、バズソーキックっていうのかな、座ってる状態のところをバーコーンと葵の首がね2個ぐらい飛んでっちゃったようなね蹴りを食らわしてからの終わったような気がします。ただね、その前にちょっとね私は見逃さなかったのはですね、葵が不意に偶然なのか狙ってか分かりませんけど、まあ俺の見間違いかもしれませんけど、なんとかデスペラードのなんとかロコって技を仕掛けようとしたように見えたんですよ。わかんないですよ、そう見えただけかもしれない。でもね、その直後に、西のブダイバー2ではなく稲葉落としが炸裂ということで、でそれでも決まらず、その後のバコーンからのボキボキでもうハップするしかなかったような試合で、これ大丈夫って、第2試合でこんなのっていうぐらい激しい試合でした。はい、続いてダン、はい、飛ぶな、メイベントメイベント、キングオブ JTO 綾部蓮にね、いぶきが挑んだわけですが、まあいぶきはデビューからあっという間に駆け上がって、あっという間にねキングに到達かと思いきや、さすがねそこはね綾部蓮がねそれを許さず、まあでもいぶきは全てを出し尽くした上で、その上を行く綾部蓮のねフルネルソンから後ろにぶん投げてからの、前回見せたリバースフルネルソンツリーで、もう完膚なきまでめきめきボコボコにされてですね、終了したわけですが、まあでもいぶきのね急成長というか追い上げがすごい感じられたんでね、よかったんじゃないでしょうか。素晴らしかった。続いてドン、はい、十文字明対武倉龍也の JTO ランキングマッチ、まあ、現時点の、ね、2対3位ということで、キングを除けば頂上決戦だったわけですが、まあ、これちょっと異質な戦いでね、なんつうのかな、いわゆる UW スタイルっていうか、なんちゅうか、もうボコボコ蹴り合い殴り合い、さらには関節決め合いのね、激しい戦いの中、まあ、体格的にね不利な十文字明がいかれてしまうと思いきやね、文字の意地が爆発しハイキックに膝連発で、なんと最後は、もう最後の力を振り絞って竹倉龍也がね必殺のイカズチを出すも立ち上がれず、まさかの両者ノックアウト。まあまあこの2人にふさわしい戦いでしたが、決着つかずということでね、まあこのね決着はまたいつかに持ち越しになることでしょう。続いてドン、あ俺か、あ来た、
来たよ。まあこの ARA と広い島がね、ジャストタップアウトに上がるようになって、来る日も来る日も健一軍団ということでね、もういい加減、もう健一軍団との解散マッチはね、後楽園で決まったから、たまには普通の試合したい。まあ全部普通の試合っちゃ普通の試合なんですけど、他の人とやりたいっていうことで、他の人誰かいたかなと思ってパパッと見たらね、ちょうど、良さげな人間が残ってたんで、まあ、悪く言えば残り物、悪く言わなくても残り物だったわけですけども、まあただね、すごい新鮮な組み合わせになったんじゃないかなと。あ、ただこれあれだ、直前にね、イーグルマスクの要望でこれメンバー変わったんですね。イーグルマスクと新たが入れ替わって、まあイーグルマスクと後楽園ホールでランキングマッチがね、私決まったので、イーグルからね、その前哨戦的な試合をしたいということで、そこは入れ替わった。あ、こう早い。一瞬で、一瞬で変わった。はい。こちらがね、行われたわけですが。はい、まあ、なんだろう。個人的にはね、とても新鮮な戦いができたなと。やっぱね、まあ、広い島とはね、ちょっとだけなんか絡んだことあるけど、複数タッグでね。ちょっとしか絡んでなかったから、なんかしっかりと、絡んだの初めてだったんでね。うん、まあ、いろんな選手とやってきましたが、やっぱこういう初めてやる選手というのはね、すごい楽しいのでね。個人的には、楽しめたなと、うん。じゃあまあせっかくなんでね。じゃあ、この試合を終えての感想、はい、ここにね、高見城がいないと思って言ってください。あいつもう、じじいで動けねえし、しょっぱかったやり、やだなとか、もう、いないと思って言ってもらう。みんなそう。いや、もう、はい、すぐ高さんとマッチアップできたんですね。はいはいはい。そうね、最初いきなりだったね。そうそう、もうタッチで、はいはい、わあ、高さんとだなと思った時に、はい、めっちゃもう、うわーってゾクゾクして、そんな持ち上げなくていいよ。本当そういうのいらないよ。めちゃくちゃ本当に、うん、うわこれだと思ってめっちゃワクワクしたんですよ。そしたら気づいたらなんかすんごいもう突っ込んでました。自分がなんかもう、いや好きなことすっごい勢いだった。勢いでずっと気づいたら全部やり終えちゃって、どうしようみたいな。何されるかなと思ってちょっと様子見したら、はいはい、突っ込んできたから、うわ来たと思って。なんか来ると思ってとりあえずね、うまく受けて受け流そうと思ったけど、うん、受け流せきれなかった最後ねやられちゃったけどもね。いやでもすごい早かった。本当ですか。早かったね。いやもう気づいたら終わってたんで、うん、もう本当に早かった。やっぱいつかはタカさんとやりたいなっていうシングルマッチっていう夢ができたんで、うん、はい、シングルマッチを。シングルだ、ね、シングルマッチですか。やって何ですか。ちょっと誰に聞いてる。誰に聞いてる。ですか誰からオッケー出て代表こっちなんで。高さんいないで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 い冒頭おっしゃってたように楽しみの方が強かったんですけど、うん、やっぱそうはいかずというか、うんうん、やっぱりベテランの JTO の諸先輩方が揃ってるんでね、やっぱりああいう激しい試合になっちゃうなっていう、うんうん、マスターさんにもね結構ぶん投げられましたし、やっぱね、まあ宮入には宮入の意地もあったかもしれない、うんうん、多分ね悔しいと思うんだよね。なんだろう、ARA もヒロもド派手だし、はい、ダンスですごいうわーってこうね脚光を浴びてる中で、はいはい、まあ、マサなんて本当ザ・プロレスラーってね、黒のパンツで、うん、特になんかこれだっていうものもない中でやっぱりねコツコツやってきた人間なんで、ここで一発食ってやれば俺の方が上だっていうのはあったと思うんで、うんうん、感じましたねそれは、うん、まあでもやっぱりねそれをマークススッとすり抜けて最後はこれどうなったんだっけ、あイーグルか、イーグル、はい、そっかイーグルはやっぱねちゃんとそこね戦況を見極めて決めに行ったわけだよね。つって新たがねちょっとね存在感なかったね、いたっていう感じで、本当ね、なんだろう、試合出たがっつりやってましたよ最初、うん、あそっかイーグルさんとマルさんめっちゃハイスパーツ、それで満足しちゃったのかな。ちょっと新たはもっとねいろいろ主張していろいろやってほしいなと思うところなんですが、まあね、うん、とにかく、とても個人的には新鮮な戦いができたんで、うん、はい、ね本当シングルは分からないけど、まあいつかまたやれたらなと。オッケーって言ってなかったですか。あ、そうですか。大丈夫ですか。代表こっち。ああ、こっちこっち。すみません。まあ、それはね、時が来たら、あ、
そういうのもあるのかなという感じです。まあ、あの個人的には本当楽しみ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの僕あのセコンドにつかせていただいて、あそうだこの試合、うん、そうだそうだ、あの僕は入場パフォーマンスを ARA 広い島とともに、うん、こうちょっとかっこよくやって2人をこうちょっと華やかにして試合を盛り上げようと、そして見守ろうと思ってたんですけど、はいはい、まあ、試合中に関しては、うん、あのイーグルさんとかは僕、うん、体格も似たような感じなので、うんうん、まあ、いずれなんかこういうなんですかルチャタイプというか、うん、あの空中殺法だったり、うん、アクロバティックな技、うん、ジャベを使う選手と戦ってみたいなっていう憧れも出たし、うん、なるほど、新田さんとかもまあ同じようなスタイルのプロレスをする方なのかなっていうふうに思ったんですけども、うん、はいはい、まあ、試合後ですよね。試合後なんかあったっけ、あれ俺終わってすぐ帰ったから。そうですよ、ね、あったんすよ。あの試合後のこと知らない。何試合後あれですよね、っっイーグルさんとタカさんがこう、うん、帰った後、帰った後ですよ。あ、そう、ちょっと事件が起きまして、事件、ケンイチ軍団が入ってきた。あ、また来たの。また来たんですよ。ケンイチ軍団この後すぐだったんじゃないの、試合。そうなんですよ、だから試合がこの後組まれてるにもかかわらず、あ、入ってきたんだ。はい、なるほど。で、で気づいたらなんか後ろから来たんで、もう踏みつかれて、あ、やられちゃった。はいはい、記憶なかったんですよ。そしたらなんかえってなんか盛り上がってて、ちょっと横目で見たらなんかやってくれて、出てきてましたね。お、AKM がデビュー前に暴れた。デビュー前、すいません、デビュー前なんですけど、リング上で暴れさせてもらいまして、やっちゃった。はい。解散させる前にぶっ潰してやろうかと思って。興奮してね。興奮したんですけど。やっちまったのか。なるほど。それは知らなかった。え、でもその後ケンイチ軍団試合だったの、大丈夫だったんだ。多分あの僕がですね、うん、あのケンスケ選手に、うん、あの僕の今カッコ仮で技名をしてますけど、扇風脚を思いっきり叩き込んだね。扇風脚ってことはくるっと回ってバシッと蹴る、回ってバシコンと。なんかそれ SNS で見たかもな。えらいえげつない蹴りがなんか入ってたのは見たかもしれない。なんかそのダメージが影響したのか、次の試合で、うんうん、ケンスケ選手で、スリーカウント取られてた。じゃあきっとね、そのね、それが残ってしまって、うん、じゃあね、きっとね、ケンスケの子だから恨んでるよ。確かに。あ、ネチネチ恨むタイプだから、ケンイチ軍のやつらは。ネチネチ。これは後楽園大変なことになるよ、きっと。面白くなりますね。ね。そうなんだ。そんなことがあったとは知らなかった。うん、というか、自分の試合のね、前に出てくるって。すごいですね。そう、僕、あの、マイクでね、突如出てき、いや、どうしてもなんか言いたいことがあると思って、いろいろ出てきた結果、お前らまだ試合じゃねえだろっていうのが一言目に出てきてしまって、まあ、っていうかすごいな。でもそこまでしてなんか多分ね、ケンイチ軍団からすれば、うん、このダンサーズが、うん、気に入らないんだろうね、うんうん、まあいいじゃない、これでね、あの試合が熱くなってくれれば、はい、いいと思います。はい、じゃあ次行きますか。トン、はい、あ、ちょうどいい、ちょうどね、その我々の試合の後にこのケンイチ軍団が乱入して彼らをボコボコにするはずが、逆にボコられた状態で一回戻って仕切り直してもう一回出てっていうね。でこっちはこっちでね、このケータデビュー戦っていうね、6人タッグマッチで、見てください、このケータ、とてもね新人とは思えないこのいかつい顔。まあこれほんとね、体もごついしいかついしね、もうほんとね、何者だっていうね、あの知らない人見たら新人とは思わないでしょ、ね、で試合の方もね、もう一旦はね、やっぱ3人にボコられるも、最後は圧倒してパンパンパンで、ね、くるくるドギンドギンバキバキドンっていう感じでね、全くなんだか分かんないね、今はね擬音でしたけども、まあ最後は、まあ、やっぱ長年ね、いろんな武道武術を経験したってことで、最後なんか大外刈りっぽいので、うん、顔を押さえての大外刈りだったかな、初めて見たなあれは、うん、まあ多分ね、啓太オリジナルの、あのケータスペシャルが炸裂してですね、名前ちょっと分かりませんけど、はい、あの見事デビュー戦を自らね、勝利して飾るというね、うん、これケンイチ軍団ね、ちょっとかっこ悪いなっていうね。確かに。まあただこれ多分ね、 AKM の扇風脚のダメージがあったから負けたとも取れるわけでね、うん、
まあ、2試合連続みたいなもんだと思うんで、いやでも僕のダメージがなくてもこのメンバーには勝てないですよね、健一軍団は。まあまあ確かにね、確かに体格的にもね。さあ健一軍言われてるぞい。多分ね、あの健介あたりはこのラジオ見てるタイプだから、たまにそれでコメント送ってくるから、多分後でコメント来ると思う、これね。後楽園は何か仕掛けてくると思うからね、本当要注意で、用心して、うん、構えてますよ。はい、はい、続いてドン、はい、女子タッグマッチ、山田対リズム対フォワンの2人ですが、これはですね、まああの普通にフォワンの高連携が出て、ヘッドロッカーズの2人があのネチネチといつもののね、うん、ヘッドロックだレスリングで、ネチネチ行くが、やっぱり山形がね、キャリアの差を見せつけてね、ミサを勢いで突っ込んできたミサをギュッと締め上げてね、うん、一瞬で、タッパーと勝ちを奪ったわけですが、終わった後にね、もういろんなことがありましたね。これまあ戦前にこの 4-1 からやりたい相手、うん、組みたい相手がいますってずっと言われてて、うん、まあそれを言われて、まあいいんじゃないのと、ただただ組むんじゃ面白くないから、じゃあこの新木場大会で結果出したら、勝ったらそれやるよという約束をしてね、だから本部席で試合を見せたんですよ、これね、うんうん、でまあ普通ね、そういうね課題与えてテーマもある中でやったら勝つと思いきや、ミサが負けるっていうね、ずっこけちゃって、あれって負けたんかいと思って、まあまあしょうがねえなと思って、じゃあ負けたならしょうがない、なかったことにと思ったら、ずうずうしくもですね、このフォワンの2人、後楽園でやりたかった人とどうなりますっつって、いやあなたたち今負けたじゃんって言ったらですね、柳川澄香が負けたのはミサです、私は負けてませんっていう、おおそうきたかと思ってですね、さらに代表もうすでにそのやりたい人にオファーしてるんですよねと、これでオファー断ったら失礼じゃないですかっていうね、もう怒声論を言ってきやがってですね、まあ確かにそうだよなってことで、わーっと、じゃあ澄香はまあ勝ったからまあいいでしょうってことで、横浜と後楽園でね、あとあこのあとねまた言いますけども、カードが決定したと思いきや、さらにミサがずうずうしくですね、負けた分際で、私はどうなりますかって言ってきてですね、いやいやいや負けたじゃんって、そしたらミサまで同じように、いやじゃあオファーのしたらどうなるんですかって言って、いやでもそれはそれ、これはこれ、ちゃんと丁重にお断りしますって言ったところで、なんとね、その私がオファーしたミサのパートナーが来場していてですね、どうなるんですか、私の仕事減るんですかみたいな、ちょっと待てよと、そこまで仕込むかミサと、いやもうそこにはちょっとね脱帽してですね、もうこれもう本人登場となったらしょうがないということでね、まあそれも後楽園でやることにしました、これも後でお話します。はい、すごいすごい、続いてドン、はい、これはねもう本当ね、交通事故でした。当初の予定ではね、密かにね1回戦で勝った稲葉あずさがね、準決勝出るはずでしたが、まあちょっと当分ダメージがね深くて、欠場となり、密かが準決勝に上がって、まさかのでっかい優さんと、対戦となりましたがね、これねどう頑張ってもね、密かが100人いてもね100人勝てないんじゃないかなってぐらいのね差があるわけですが、ただねやっぱ密かって、うん、何かをしでかす女、うんうんうん、いつもね、何いつそんなの覚えたってことをねやってくるので、でこのね試合の前にねちょっと練習で秘策を授けてですね、うん、これ決まればもしかしたらいけるかもしれないっていうね秘策をね授けたんですよ。まあその秘策がね見事に決まってですね、いけるかなって一瞬あったんですね、なんだコブラツイストからの万字固めをやってですね、万字固めっていうのはこのでかい相手に絡みつけば、で相手がもがけばもがくほどどんどん締め上がってくるんでね、完璧に決まってこれいけるかもっていう一瞬あったんですけど、まあロープエスケープで逃げられてしまったんですけど、まあでもこのねでかいユウさんから1個ねロストポイントを奪うことに成功したんで、その後がね続かなかった、残念ながら。ただね、本当短い試合時間でしたが、密かのね健闘は光ったんじゃないかなと、もう本当30秒ぐらいでやられちゃうかなと思ったら、ちゃんとロストポイント1個取ったんでね、うん、はい、今後の密かに期待したいなと思います。はい、続いてドン、あこれ全部で、あとはですねこの今準決勝ね、さっき2試合言いましたけどの勝者が、うん、決勝戦で戦う、稲葉友香対でっかい優さんとね、決勝戦を行ったわけですが、これね2、3分で密かを倒したでっかい優さんと、うん、
10分、十数分、葵とボコボコの激闘をした後の稲葉友香、これはねもうね明らかにこの友香不利の状況下の中状況下で、まあ友香はねすごい頑張ったと思います。まあパッと見てあのでっかい優さんにね勝てる人がいるのかっていう、ね、男子でもこれ下手したら勝てねえんじゃねえのっていうね、思える選手に対して、稲葉友香ガンガン攻めてってこれお友香勝ったよって思うシーンをね何個もね作り上げたんでね、まあ、結果的にね負けてしまいましたが、非常に良い試合になったんでね、これちゃんと見たいよなもう一回って思ってたところね、うん、さすがでっかいユウさん、分かっていらっしゃるということでね、この決勝戦の後、まあガールズがねベルト流出したということでね、あの各選手がリーグ上がってきてベルトを取り返すみたいな感じのね、流れになったんですが、でっかいユウさんからは稲葉友香ってもう一回ちゃんと仕切り直しでやろうとということでね、7月の後楽園でね再戦が組まれました。じゃあね、新規場の振り返りが終わったところで後楽園のカードいってみましょうか。いはい、まずはポスターから出るかな。ドン、ちょっと待った、はい、ちょっと待った、入った、ちょっと待った、はい、まあねこれはいつものことなんで ね、 あ、 あの私の無茶ぶりでいつも話の流れにさしてもらって出してもらおうとして言うけ ど、 どうまくいくときと、はい、いかないときがあって、はい、オッケー、入った、はい、はい、最新のポスターこちら、もうこれ最新でちょっとごちゃごちゃしてますけどもものすごい数、もう参戦選手がねほぼ出てるっていうね、当然このデビューするね AKM も入っておりますし、ありがとうございます、はい、まあ、今日は来れてないあのダンサーのねミカも入っておりますし、はい、あの左上の方にちゃんとケータも入っておりますっていうね、はい、最新版のね4周年記念、4周年ですよ、おめでとうございます、早いな、早い、4周年ってことはね、ジャストタップアウトで旗揚げ戦デビューした人間稲葉友香だったりリズムだったりは、うん、同じく4周年記念の試合になるわけでね、新たもそうか、本当あっという間でしたが、じゃあ4周年記念大会の試合を一個一個いきますか、うん、何が出るかな、はい、ドン、あ、俺か、おお、俺からかっこいい、これはですね、先日王子大会で、変則的な、ね、ランキングマッチを行ってですね、私イーグルマスクに敗れてしまったんですね、うん、ところがこれはもうやっぱイーグルマスクからすれば変則的なね何人掛けかななんかの試合だったんですよ。でもうヘロヘロだったね高見氏に勝ってもしょうがないからちゃんとやりもう一回やりましょうっていうイーグルマスクの要望で、これはもう俺にとってはラッキーだなっていう感じでね、うん、はい、しっかりとこのランキングを取り返そうと思います、続いてドン、はい、こちらがね先ほど言いました神楽美佐がね、望んだ、この石川奈緒、網倉里奈、アーミンですね、このなんだっけなキスプリ、はい、正式名称ね私はね覚えてないんですね、実はねキスプリキスなんとかかんとかプリンセスっていうねユニットだったんですよこの3人、ただこの3人がちょっとねこのキスプリ自体が、終わった解散わかんないですけどね、一旦終了になったということで、ただどっかでまたやりたいってねみんな言ってて、まあこのタイミングでちょうどこの3人が揃ったということでね、まあこの神楽美佐がこの石川奈緒さんを新木場大会に呼んででも、うん、何としてでも組みたかったこの、3人、うん、でこれバー角&DT プレゼンツというね冠もついておりますが、うん、さあ対戦相手、これ対戦相手もね実は神楽美佐の要望する選手を今、うんオファーして、今ねそれが決まるか決まらないかっていうところで、なっておりますが、まあ、組まれたらそれなりのカードになるんじゃないかなと、ただミサにとったらなかなかの試練じゃないかなと、せっかくのねこのキスプリ復活なんでね、かっこよく勝利したいところでしょうけど、なかなかそれが難しい相手になるかもしれませんが、まあただ本人がね望んだカードなので、ぜひ実現できたらいいなと思っております。続いてドン、はい、女子シングルマッチ、こちらもが、柳川澄香が臨んだねこの桜井優子選手、他団体でねよく組んだり戦ったりしてるみたいでね、ジャストタップアウト JTO のリングではね絡みはなかったので、ぜひ、優子さんとシングルをやりたいです、あとタッグも組みたいですということで、今回、シングルマッチは決定いたしました、うん、続いてドン、
はい、あ、これもそうだ、うん、さっきねちょっと言い忘れましたけども、試合を終えた山形優のもとに、稲葉友香にボコボコにされてフラフラ状態の葵が、うん、現れてですね、何を言い出すかと思ったら、まあずっと稲葉友香を超える超える超えるってなんずっと言ってきていながら、超えれなかったと、超えれるわけないと、まだ私は山形優にも勝ってないと、だから山形さんランキング待ちお願いしますということでね、ちょっと山形優、稲葉友香から下に降りて山形優に挑みたいということでね、まあそれはいいでしょう、もうあの葵自体が4位なので、3位対4位のランキングマッチ、まあすごい激しいテクニック合戦になるんじゃないかなと期待しております。続いてドン来たクイーンオブ JTO、もうね5代目クイーン優対ランキング2位になってしまった稲葉友香、まあでっかい優さんからすれば、初防衛戦になるわけですが、うん、まあただね彼女的にはあの完全に仕切り直しのつもりでねいるので、そういう頭はないと思います。まあただね、あれだけボロボロの状態で稲葉友香はそこまでねでっかい優さんを追い込んだということでね、これはもう一発で取り返すつもりでいると思うんで、ここで取り返せなかったら多分誰も取り返せない。うん、もうね男子が行かなきゃダメだろうっていうぐらい、ただ男子がね挑戦はできないので、クイーンにはこのままね永久にね帰ってこなくなったら困るので、うん、稲葉友香には一発で取り返してもらいたいと思います。続いてドン、はい、キングオブ JTO、うん、まあ防衛に成功した綾部蓮のもとにね竹倉龍也が現れて、まあ俺しかいねえだろうと、うん、いうことでね、まあ十文字明にはね勝利できなかったので3位のままですが、まあある意味も頂上決戦とも言っていいでしょう。もう JTO が抱えるスーパーヘビー2人による、まあ名イベントになると思います、この試合、ご期待ください。あ、落ちた。あ、取れた。はい、続いてアクシデントもものにしていきます。はい、アクシデントついでにアクシデントです。あ、こちらね非常に残念なお知らせです。シーバーおじ選手がね、足の靭帯を損傷してですね約1ヶ月の欠場ということで、残念ながらこの試合ね流れることになってしまいました。やっとね十文字がやりたいってずーっと春ぐらいから言ってたね対戦相手シーバーおじ選手とのねタイトルマッチが組まれた矢先ですが、残念ながらこのカードは流れます。ごめんなさい。で十文字の新たなカードは今検討中です。はい、はい、続いてはい、UWA 世界ライト級選手権、カーベル伊藤対新田、これはやります。はい、新田ベルト取り返せ。以上です。短いですね。続いて来た、OK、来ましたよ、赤間 AKM 名古屋デビュー戦&健一軍負けたら解散マッチ来たね。 ARA 広島美香赤間 AKM 名古屋のねダンスカルテット初登場ね、これミカも久々の試合ね、これね、久々っすね、とケンジ君ほんと長かったね、ほんと長かったね。あ、もう解散をだって前にしての一回、はい、一回解散マッチやって負けてるのに、ケンイチがいや俺負けてねえからっていうね理不尽なね発言で解散しなかったということで、うん、ここまでズルズルとやってきたわけですが、はい、もういい加減これでね終わりかなと思っておりますが、ただねさっきも言ったようにね、ただでは終わらないかもしれない、うん、だからそこはちょっとね注意しながらだけども、うん、まあこの4人だったらまず入場からねバッチリだと思うけど、まあじゃあちょっと一人ずつ、そうすね、意気込みをどうぞ。いや、まあ入場もバックボーンが畑がダンスだったんで、でもダンスは10年も20年もやってきたんで、うん、一番どうやってやったらかっこよく入場ができるかっていうのをまずそこをすごいこだわっていった中で、華やかな試合、さらにそのブレイキンとかブレイクダンスとかも入れたような戦い方で、まあ、解散させて、で、まあ、いつも言ってるんですけど、もうこの完全に解散させて僕的にはもうこれバックダンスにつけたいんですよ。ケンイチ軍団がバックダンサー、はい、もうそっちの方が輝くんじゃないかなと思って、ずっと結構しつこく言ってるんですよ。吸収してしまおうか。じゃあ、いや、もう吸収した方が輝くと思うんですよ。自分たちもちょっと悩んでる感が出ちゃってて、だったらもうこっちに来ちゃえよみたいな方が、解散させた上でさらにさ次の道をちゃんと用意してやる、もう用意してあげるよ。優しい ARA、 優しい。ケンスケ見てんだろ。ケンスケ見てるか。いいね、うん、ちょっとリズム
こういうのだけ練習しとけ、健介。もう練習してた方がいいということでね。そうそうそう、早い段階から。だから、はい、あの安心して負けろということで、ね。あ、そういうことです、はい、そういうことです。この後のことは気にすんなよということで。はい、はい、じゃあデビューする。はい。AKM。はい。AKM としては、はい、やっぱデビュー戦なんで、ね、絶対に、まあ、負けられない、うん。そして入場も失敗できない。うん、で、さっき言ったようにこうダンスとかでね、かっこよく見せるやり方を。たくさん勉強もしてきたしやってきた生き方なんでかっこよく勝てるようにそれを目指したいなと思ってます。で何よりも僕たち3人はもともとはケンイチ軍団のブラックチャンゴで、うん、すごい共通点、ね、はい、リングに、うん、あのね、殴り込みに来た男たちでございますので、まあ、あのいい意味で恩返しをしてあのケンイチ軍団には壊滅してもらおうかなと思っております。おいいね、頑張ります。はい、じゃあ広い島、いや、あの僕のデビュー戦もですね、はい、あのケンイチ軍団負けたら即解散マッチだったんですよ。あ、そうか、なんか違う、ケンイチ軍団でした。このちょっと あの赤間選手のとちょっと、うん、あの被るっていうか、うん、ちょっとフラッシュバックするんですけど、うん、その時は僕もケンイチ軍団として、うん、JTO さんのリングに、うん、潜り込ませていただいて、それきっかけでなんですけど、その時解散しなかったんですよね、うん、で僕はもうそれで解散して、まあ、新たな道で、うん、新たな違う方向性でとかもいろいろ考えてはいたんですけど、まあ、さっきね、タカさんがおっしゃったようにケンイチさんがいきなりもうあの俺は負けてないと言い始めて解散はなしだってことになったんで、ちょっと今回はですね、うん、ちょっと、まあ、公約じゃないですけどここで、うん、あの高道の代表にですね、うん、しっかりもうこれ本当に今回は負けたら本当に解散っていうちょっとこのルールというか、うん、もう社長の一言をいただいてですね、うん、はい、これ社長いいっすか一言これもうじゃあもうこれは、はい、あのケンイチが負けなくても、はい、誰が負けてもあのケンイチ軍団の誰かが負けたらもういいですか、解散確定で、うん、ありがとうございます、はい、いいじゃないでしょうか。これはもう力が入りますね。はい。なその後引っ張ってもいいんですか、僕。それはもうあの彼らが望むならそれでもいいし、望まないならどうなるかわからないし。望まなかったらもう終わりだぞ。おお。言われてるぞ。練習しとけよ。そっちか。それがなんか。か足元をすくわれるんで何してくるか。あ、そう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 。危ない危ない。それは本当に気をつけて。プロレスだね。くるっ、ワン、ツー、スリー、あるいはこのね、反則得意だから、そうそう、レフリー見てない間に、なんかで、ドンキでボンってやると、ポコッとなったとか、くるっ、ワン、ツー、スリーとかあるかもよ。危ない危ない。本当に気をつけないと。気をつけない。それは本当に気をつけないといけない。ということでね、3人の意気込みは聞けましたが、まあ、普通にね、あ、来た、ほら、来たよ、コメント。これ。ツイッターのコメント。ケンスキーじゃね、ケンスキー。ケンスキーだったらすごいですよね。いや、ケンスキーよく来るから。ケンスキー。違った。あ、違った。毎週ラジオ聞いてると、代表はかなり赤間さんに期待されているイメージがあるので、どのような試合運びを予想されますか。お、赤間さん、デビュー戦頑張ってください。ダンサーチームを全力で応援します。ありがとうございます。すごい。まともなコメントが。え、いつも来ないですか、まともなコメント。あんま来ない。あ、そうなんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ケンスキーだったり、ケンスキーだったりのコメント。なるほどね。いや、あのね、初めて出た時かな、突然、あのね、まず、初めて来た時、マスクかぶってたのね、確かに。そうですね。こいつ何、なんだと思って、突然踊り出して、うん、え、なんだこれと思っきや、場外にいきなりね、うんうんうん、ムンサルトアタックやったの、うん、はい、なんだこれっていうね、ただものじゃないなと。まあ、もう驚異的なあのバネと運動神経を持ってるなということでね。で、先日のその旋風脚、まあ、それはちょっと写真でしか見てないんですけど、はい、見事にクリーンヒットしてたんでね。これまだ本格的にプロレスやってない段階でこれってことは、うん、本格的にこれやってキャリア積んだらどうなっちゃうんだろうなっていうね、恐ろしいものを見つけてしまった感じなんで、だからこれをきっかけにね、なんかポポーンと行くんじゃないかなっていう期待感があるんで、でも面白いことにね、本当ね、この3人は、うん、まあいわゆるケンイチ軍のブラックチャンゴのマスクかぶってプロレス界に潜入してね、うんうん、でまずは、はい、ARA が脱いで、はい、ARA とミカがね、はい、普通にデビューして、うん、それを追うかのように広い島がブラックチャンゴで現れて、さらにそれを追うかのようにAKM 登場っていうね、うん、なんか本当絵に描いたようなね、流れで、はい、来て、まあ、だから言ってみればね、そのケンイチ軍
スタートっちゃスタートなんでね、うん、まあプロレス界でね、恩返しっていうのは相手をこてんぱんに叩きのめしてね、はい、勝つことだと思うんで、それをすることによってさらにね、その後吸収できるんだったら、はい、さらにいいんじゃないかなということなんでね、ここの、8人タッグマッチは、すごいきらびやかで、なんだろう、プロレス界いろんなね踊るユニットはね、うん、あるかもしれないけど、その人たちがダメとは言いませんけど、うん、それをもう凌駕するとんでもないね、あのダンス、もう本当これ、ダンス会場っていうぐらいね、うん、錯覚するぐらいのすごいパフォーマンスをしてくれるんでね、その入場から楽しめる、あとね試合の合間でもね、そのダンスムーブをうまくこう織り交ぜた、技とかもね繰り広げてくれるんで、あの今までプロレスのない新しいね、動きを見せてくれるので、非常に個人的には期待してますんでね、ありがとうございます。あのぜひ皆さんも期待して見てもらえればと思います。はい、あとはね、3人ともねおそらく30代なんですよ、はいはい、もうねこの30代からねいろんなね人生経験をねしてきて、30代から始めるプロレスっていうことでね、うん、まあそれに刺激を受けてね、ケータがアラフォーで入ってきてデビューしたりね、まあ年齢関係ないと思うんですね、本当は、あの気持ちさえあれば、あとプロレスが好きだっていう気持ちがあればいいと思うんでね、はい、だからもしかしたらね3人のあるいはそのミカ入れた4人のね、うん、ダンスカルテットの動きを見て、俺も私もプロレスやりたいって人が増えるかもしれないし、ね、まあ、それはでもね、あのすごくいいことだと思うんでね、はい、どんどんそういう人たちが増えてですね、夢をね叶えてもらえれば、その若い時にね、もうここにいる3人は、うんうん、その若い時にねプロレスは目指したことあるけど、やっぱ、はい、なんかいろいろな事情があって、うん、なれなかった、ならなかったっていう人たちが、人生経験、人生キャリアを積んでこうやってね巡り巡ってプロレスラーになって今活躍しているということなんでね、そういう人が増えてくれたら面白いなと、はい、すごい嬉しいですね、まあ、本当ね、その第一人者になってくれたんじゃないかなと思いますんで、はい、ということで、後楽園大会まだありましたっけ全部、以上今まで言ったのが多分全8試合ぐらい言ったのかな、はい、多分あとね2試合ぐらいその十文字がね、流れしまったので、そのカードだったりまだ出てない選手は数名いるんでね、全部で10試合ぐらいに収めたいなと思っております、うん、まあね、うまく、10試合ぐらいだったらなんとか回るかなと。これ10試合以上になると、あ来た、またコメントが来たぞ、ケンスキーから、次こそケンスキーじゃないか、これで来なかったらつっけんだよな、あ違う、赤間選手のルチャリブレが見たいです。赤間選手大人気ですね。ありがとうございます。ルチャリブレが見たいです。まあでもね、たまに道場来てね、練習してますが、うち、はい、ルチャリブレのね、メキシカンプロレスの動きもたまになんとなく練習してるんで、たまにしかやんないですけどね、なぜかというと、私がメキシカンプロレス、ルチャリブレが嫌いだからです。だけど、やっぱね、プロレスやる上で、ね、その技術も必要だと思うんで、いざね、メキシコ人と試合した時に、ね、対応できなかったらプロとしてダメだと思うんで、うんうん、そういう練習もしておりますんでね、まあそれが合う選手にはどんどんそれはやってもらいたいなと思うんで、どん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 そういう動きを取り入れてもらってですね、はい、派手なプロレスをやってもらえたらなと思います。はい、じゃあ後楽園の、話がね先出ちゃいましたが、まあその前に横浜大会がございますんです、うん、横浜大会の話ちょっといきます。じゃポスタードン、はい、うん、出た、ついにキモデビュー、デカデカと思う、ね、何度も言ってきましたけど、はい、なぜキモかっていうとですね、はい、単純にパッと見がキモかったからキモそうなんですか、はい、そうだったんだ、初対面でお前キモいなお前もキモだって言う25年前に言って、それからずーっとキモって呼ばれて、未だに私は本名知りません、そんなことあるんですか、そんなことあるんですよ、すごっ、はい、そんなこんなでね、二十数年の付き合いの中でね、まあ、もうこれはもう40オーバーしている中で、ついにデビュー、うん、まあこれでもね彼がすごい頑張って体作ったから技術がね、ついたからデビューではなく、うん、代表私も10回以上エキシビションやったんでデビューさせてくださいとかふざけたこと言ったんでふざけんなこの野郎と思って注意して、その後ねコツ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 千葉の練習来るようになったんで、はいはい、まあ確かにな、このままだともうこいつデビューしないでそのまま終わってしまうなということで、デビュー戦が決まりました。はい。
で、まあ、ここまで決まってるカードがね、3つぐらいかな、まだ。うん、はい、あ、じゃあそれ、はい。とりあえずデビュー戦。おー、すごい。もうね、これね、すげえ。巻き込み事故です。すげえ。ARA とヒロイジマの気持ちが、よくわかった。なんで、私がケンイチ君だとやらなきゃいけないのか。ほんとね、事故。うん。先日ね、神戸で、ケンイチの凱旋試合で、ケンイチシングルやったんですけど、うん、まあそれはね、うん、100万歩譲って、うん、まあ凱旋試合だし、うん、まあいいか、胸貸してやろうぐらいだったんですけどね。うん、なんでまたなんですけど、この肝からのお願いで、はい、代表、力を貸してください。力借りないで自分でやれよと思って。いや、ケンイチ軍団相手に力がいらねえだろうと思ったんですけど、まあ確かにね、まあ二十何年前の話だったり、いろんなね、ここまでのストーリーを思い起こすと、まあ確かに、まあ、ここまで来たならやってやろうということで、やることになりました。はい。高見宏肝対、ケンイチケンスケ。いやいやいやっていうカードですが、はい。続いて、はい。こちら、柳川澄香のね、要望した、シングルマッチとタッグ。結成したいということでね、うん、カラーズの桜井さんと組んで、神楽美沙、久々参戦の、ね、鈴木浦とのね、タッグマッチが、決定しております。そしてもう一つ、ドン。はい、稲葉智香山形というリズム隊、青井、宮城、美智子だったかな、はい。はい、ひそか。これはですね、青井が最近参戦しているアイスリボンで、うんうん、なぜかこの宮城とタッグを組むことがしばしば、なんだったかな、これグレートで、はいはいはい、宮城とうなぎさやかがやり合ってたのかな、やってましたやってました、やってた、はい、で、その末にうなぎと組んでたはずの葵がまあうなぎを裏切ったことなのかな、これ、うん、なぜか宮城側についてしまったっていうね、うん、これちょっとね、うん、不可解な行動に出たと。青井ってまあね、ちょっと前までね、青友として稲葉友香と組んでたと思いきや、うなぎさやかに乗り換えて、うなぎと青井で毒ペ歌舞伎決めてたのに、今度は宮城っていうね、コロコロ変わるなと。まあただ確実にその相方が変わるごとに青井のレベルは上がってるような気がするんでね、きっとこの宮城と組むことで何かあった、何か心境の変化があったのかなということで、まあせっかくね、そういったチームをやってるんだったら JTO でもやりたいということで、そこになぜかひそかも加わった、うん、6人タッグをね、 JTO のリングでやることになりました。ちょっとね、予想つかないな、これは。うん、宮城美智子が入ることによってガラッとなんかね、図式が変わりそうで、はい。現時点ではこの3試合だけかな、ですよね。はい。ね、まあ、あとそうだ。一つ残念なお知らせなんですけども、まあ、昨日のね、ツイッターで夜に、ね、突然発表になったんですけども、関谷がですね、ジャスト JTO この6月、今月でね、退団することになりました。なんか、怪我しただとか、揉めたとかではなく、ちょっと関谷から前々からね、ちょっと、やりたいことができたということでね、新しい道ができたっていう中で、二足わらじでやってきた中で、やっぱそっちにちょっと力を入れたいということでね、まあまだ若いし、まあどうなるかわからないんでね、まあじゃあやりたいのやってみろと。ただ引退っていう言葉は使うなと。ね、若いしプロレス一回やったらね、いつまたどこでやりたくなるかわからないから、でまたやりたくなったら戻ってこいよということで、まあ一旦退団という形でね、退くことになりますが、まあプロレス界から離れることになりますが、まあまた何かあればね、また戻ってくるんじゃないかなと。うん、まあすごくね、センスもいい選手だったんでね、期待してた部分はあるんで、まあまたいつかリング上で再会できたらなと思っています。まあその関谷のね、対談によってね、そのまた、予定してたカードがね、いろいろこう2点3点してしまったんでね、ちょっと横浜大会のカードはまだ全部決めきれずにいて、で、後楽園もね、ちょっとまたいろいろ変更もあるので、まあ来週ぐらいにはね、全部出せると思いますんで、はい。来週のラジオで、全部出して、プラス、その後8月に行われる、J1 リーグ戦だと、J ガールズリーグ戦だったらもうね、
自分で組んどきながらそのリーグ戦の名前を覚えてないっていうね状態なんですけども、来たぞコメント、ケンスキーかな、これだけ待ってこなかった、なんか違う AKM 大人気ね、 AKM きっかけで JT を見始めた初心者です。皆さん717でここだけ見逃さないでほしいみたいなポイントや必殺技などありますか、またこんな風に応援してほしいなどありますか、直哉くんデビューおめでとうございます。人気者だね AKM、 最後読んでください高さん、絶対かっこよく勝ってねハートこれをね多分ねケンイチ軍団はキューキューちゃったよね今絶対に絶対かっこよく勝ってねと、はい、まああのね ARA は ARA の、はい、ARA っていう技俺も食らいましたけどね、はい、強烈な一撃があったり、はい、広い島も広い島っていう感じの、はい、技名がちょっと分かってないからですけど、はい、それぞれね、はい、必殺技あるけど技名あるんでしたっけ、一応あのブルーサンダーを使わせていただいてます、はい、で気になるこの AKM の必殺技は何なのか、これはまあ内緒なら内緒でね、まだ戦前で健介絶対聞いてると思うから、ただねあの旋風脚もね、うん、一発で決めれる可能性を秘めてるし、うんうん、あとは場外だとね派手な飛び技もあるし、はい、旋風脚自体は、うん、多分他団体だったり他のね、うん、海外の選手も使ってる選手もきっといると思うんですけど、まあまあまあ、ちょっと僕はとあるアニメのワンシーンからヒントを得て作ったんで、うん、ちょっと他の選手がやってる形とはどんなのかな、どんなのかなちょっと世代がバレるいやでも全世代です、全世代ですよね、それが瞬時に浮かんじゃったなんかちょっとアニメちょっとなので他の選手はやってない軸での蹴り方になってるので、ある意味オリジナル技なのかなっていうふうに思うので、アニメときたか、ちょっとねアニメだといろんなこう選択肢あるけど、うんうん、もうドラゴンボールしか浮かばなかったんだけど蹴り技、そうなので逆にまだ技名としてはまだカッコ仮状態なので、うん、じゃあもしかしたら後楽園で炸裂してその技名がバンと出るかもしれないと、バンと出るか、それともお客さんと一緒に決めるか、うん、そういうのも面白いかなと思う、うん、いいですね、ぜひお客さんと一緒に決める、お客さん参加型のね、はい、打撃技、これはいいかもしれない、うん、新しいかもしれない、まあでもこれだけ人気だったらねあっという間に浸透して一緒にこうワッと決めれる必殺技ってのはいいかもしれない、はい、うん、なるほど、これ期待しかないねこれはね、でもあのプロレスを初めて見る方っていうのが結構多いみたいなので、なるほど、まあ、ガンガン声出して、うん、もうあの悔しい時には、うん、悔しい、帰ってほしい時には帰れ、ああこれはもうね全力で言ってほしいですね、うん、これがもうプロレスを楽しむ醍醐味かなと思います。あとはまあケンイチ軍はね悪いことするね、悪いことすらブーってやってもらったらねより盛り上がるかなと、なんかこの試合一番盛り上がりそうだないやだ楽しみだねこれはね、そのプロレスをね初めて見る皆さんにも伝わるようなね、うん、もう分かりやすい単純明快なねあのプロレスになると思いますんでね、もう特にここはねいいやつ対悪いやつ、かっこいいやつ対ダサいやつみたいなね、うん、すんごく分かりやすい図式になってるんで、うん、でその派手な技をね見せてくれるということで、ちょっとそれね何だろう見たいな、楽しみだな、今度の練習でちょっと見せてよはい、あの教えないからあいつら現地軍に教えないからちょっとこっそりとお客さん参加型の打撃ってのはね新しいかもしれないね、うんうん、ということでねこれ、はい、あの全おそらく10試合になる後楽園大会ですけどもね、うん、もうこのダンスカルテット、とにかく入場からねめちゃくちゃかっこいいね、ほんとなんかもっとねきらびやかにね、はい、舞台作って照明とかできたらいいんですけど、まああのいずれ我々は大きくなったらちゃんとステージ組んでこうバーッとやりたいなと、まあ今回はね普通の素明かりで申し訳ないんですけどもね、はい、あのぜひほんとねここ何プロレス会場なのってこう錯覚を起こすようなくらい、うんうん、すごいかっこいいの本当にね、はい、まあで試合後もねどうなることやら、吸収してこの先々を考えるとなんかねこれで彼らが吸収されてバックダンサーになったらどんなんだろう、まあその先を想像するのもね楽しみだなと思いつつ、はい、もう早くもね残りあとわずかとなってまいりました、はい、ということでね、はい、もうあと1ヶ月切っております後楽園大会、はい、プレイガイドはローソンチケットのみとなっておりますが、あとジャストタップアウトオンラインショップ、
ジャストタップアウト公式ラインアットと、あるいはね各選手で、チケットね、購入もできますんで、はい、ぜひね、満員のコラゲンホールで AKM のデビュー戦を派手にね演出したいできたらなと思いますので、ぜひお願いします。よろしくお願いします。最後に一言ずつ、よろしくお願いします。はいはい、はい、デビュー戦絶対勝つぞ。よし、はい、ケンチ軍団潰すんで楽しみにしててください。はい、ということでね、4周年大会、ジャストタップアウト、まあ、JTO っていう団体名変わりますけども、 JTO のねいいとこがぎっちり詰まった、そしてその先のね未来も明るく照らすであろう今大会ね、ぜひ一人でも多くのお客様に来てもらってですね、プロレスを楽しんでもらえたらと思いますので、ぜひご来場ください。はい、あと何秒ですか。ちょうど10秒。はい、もう言い切っちゃったな。その前に横浜大会もございますんで、はい、ぜひね横浜と後楽園セットで楽しんでください。それではまた来週、ありがとうございました。